月からやってきたかぐや姫。彼女は自分よりも弱い敵に武器を突き立てていた。自分をいじめてくれる強者を得るために、彼女は作者の復活を望んでいた。一方、現実編と呼ばれる世界のかぐや姫は、昼は規律を重んじる教師でありながら、与えられる痛みに喜ぶ女の顔を持っていた。ある日、快楽という名の痛みの果てに彼女の意識は途切れた。融合する世界の中で蘇ったかぐや姫は、自分と同じ顔の強者と出会った。現実編のかぐや姫は、強者である童話のかぐや姫から戦いを誘われる。二人は互いの攻撃を正面から受け合い、最後は現実編のかぐや姫が勝利する。強くなりすぎた自身に絶望し、ナイトメア化した現実編のかぐや姫は、ドロシーの毒によって最後を迎えた。再構築された世界で、かぐや姫は作者を探す。その果てに、彼女は桃太郎と、もう一人の自分に出会う。飛脈と火脈が溶け合った時、彼女は真っ赤に染まった服を身にまとうのだった。